はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでやっていこうと思うんですが、なんとかね、ちょっと選手名鑑を、選手名鑑のレベルをね上げまして、2500ブルージェム集めてきたので、まあメモリアルジェムと合わせて今回はねちょっと、ダブルラックガチャに挑戦していきたいかなと思いますという感じですね。で、今回のダブルラックの中身としては、ハッピノバチラ、クロスときみつ、そして、雪宮日和、浴衣のちぎりなぎで、音やとカラス2個あり、2個と十兵衛、おしゃですね。ここまでかということになっていて、俺が貫突させてるのはカラスのみなので、まあカラスさえ避ければってとこですかね。で、サポカの方は、ひっくり返すやつと、生まれる国を間違えちゃうやつと、追いつけそうで追いつけなかったり、ここで終わったり、あんた間違ってたり、組んだあいつをザッツオール、イマジナリーフレンド下手くそ、死んでも勝つまでですね。俺が貫突してるのはザッツオールだけなので、まあ、カラスとザッツオールさえ避ければ、何かしらね、突進められるやつがゲットできるよというガチャになっていて、しかも引き直しが15回ということなので、まあこれはね、ぜひ引きたいかなということで、行ってみましょう。行きます。さて、まあとりあえずね、引き直しが15回もあるので、いきなり出なくてもいいけど、まあ早めにね、何かしら、形のあるものは引いていきたいなということで、まずは潔が、おっと、ぶち抜いてる。いきなり来てるね、何かしら。さあ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 。どうよ。あー、やだ。おー、ちょっと待って、クロストギーについきなり来る？ほい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 。これはね、持ってなかったので、まあ確定でもいい。ただ、まあ、15回引き直せるから、かける2を狙うのもあり、どうしよう。いや、でも、未所持だからなぁ。まあ、とりあえず、サポカの方を引き直しましょう。くらえ。夜の自主練。さあ、次。んー、チーム V。空間認識。ちょっと待ってくれ。うん、俺が決める。SSR 自体が来ないね。チームレッド。さあ、ちょっと、これ怖いな。そろそろチームホワイト。さあ、次。世界一は俺だ。ちょっと待って、折り返しても来ないのは結構怖いぞ。もう一度夢を。なんか関係あるやつが続いてんな。折り返してる。ちょっと怖い。おっと、ここで来る。いや、下手くそか。どうしよう。これ迷う。ちょっと待って、でもあと6回でしょ？今の感じだと怖いよね、引き直すの。ただ、下手くそは、ちょっと優先順位が低いかな、個人的には。65なんだよね。65で、ピースは25か。いや、でもあと6回しかないから、ザッツオール出ちゃう可能性もあるのを考えると、ちょっとこれ、怖いぞ。で、ときみつの方は持ってないから、これで確定でもいいんだけど、ただ15回引けるんだったら、なんか他のキャラのかける2を狙ってみるのもあり、かなぁとは思うんだけど、どうだろう、これ。いや、でもちょっとね、未所持選手出といて、引き直すっていうのもどうかなっていう部分はあるけど、15回あればかける2狙いたいっていうのもわからんではない。サポカの方をこれ以上続行すんのは怖いからな、これ。下手くそで納得する？いや、どうしよう、これ。結構迷う。っていうか、選手の方の15回、サポカの方で引き直したい。それはできないんだけどね。いや、どうしようかな、これ、本当に。いや、結構怖い。ときみつ、まあでもときみつ、いや、ちょっとサポカー、いや、でもザッツオール以外のサポカをあと6回で打ち抜けるかって言われたらさ、9回外してる、ん ?8 回外してんでしょ。ちょっと怖いよね。8回外しててあと6回、8回外しててあと6回。
ザッツロールも外れ枠だよってことを考えると、いやマジで怖いけど、マジで怖いけど、これサポカ行くべきな気がするな。下手くそではないと思うんだよな、ちょっと着地点。いや怖っ、怖い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 けど、いやちょっと頼む、なんか別の来てくれ。おーしお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 し、あーまあ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 、ここで終わっ、いや待って、ここで終わったんだもん、なんか微妙なんだよな、ちょっと待って。生まれる国か、追いつけそうで追いつけないあたりが出てくれたらちょっと妥協しようかなと思ってたんだけど、ここはか。まあでもフィジカル系のサポカあんま育ってないから、これはこれで進めといてもいいんだけど、まだ無凸なんだよな、ここは。無凸ここはか。まあでもフィジカル系サポカ育てる？いやちょっとね、75で止まってるイマジナリーフレンドとか、まああとは貫突目指すために生まれる国を間違えただけですとか、その辺が狙い目ではあったんだけど、ちょっと残り5回はちょっと残り5回は怖いよな。ちょ、サポカはこれでやめとくか。で、時光なんだが、いやでもね、未所持選手、しかも最新の選手でしょ？これを蹴る理由はないんだけど、ただ15回あったらかけるに狙えないかなっていうところだけだよね。マジでこの15回サポカの方に回したい。そしたらサポカ引き直すのに。いや、でもちょっとあれか、時光また出るか。時光また出るか。ちょっとさ、雪宮かけるに狙っていいかな。80だから貫突目指したいんだよね、キック。ってことで、まあ、ちょっと一回引き直しましょう。これがね、残り5回とかだったらそら時光確定するんだけど、いきなり来てるから。浴衣。ああ。着るのはマジでめんどくさいけど。浴衣薙はね、レベル65だから。いいよね。かける2なら止まるかも。かける1。いや、ちょっともうちょっと行こう。時光浴衣薙蹴ってる。これでね、ちょっとこの後出なかったりしたら最悪なんで、ちょっと頑張ってくれ。頑張れ。あれちょっと待って。流れ悪くなった。時光浴衣薙蹴ってんだよ。頼むよ。さあ、あと9回。うおー、まずい。これはまずそうな流れになっちゃった。フィールド上で、ああ、でもオシャが来る。俺、いやでもオシャはちょっと、いやロコでしかない。いやでもオシャ、いやでも折り返しちゃったな、これ。どうしよう、だったら時光でやめとくべきだったんだけど。オシャいくつ？ちょっとオシャのレベルだけ確認させていただこう。あ、60だから65になるのか。いや、まあ65になるならこれはこれでって感じもするな。ちょっと折り返してる怖さもあるからね。いや、でもだったら時光やめが正解だった。くぅ。おしゃ？本当？いやでも選手の方は結構出てんだよな。もう一回ぐらいチャンスないかな。いやでも怖いよね。いやマジ時光でやめとけよかった説はあるわ。俺、15回残ってても。いや、時光浴衣投げ蹴ってオシャに着地するのはちょっとな。7回。いやでもカラスっていう、カラ
スが出るとね、ちょっと完突済みだから、まずいんだよね、星さん選手出ても。いや、どうしよう。まあ、65になるから、いやー、65になるからおしゃでもいいじゃないですかっていう、オチになるのかな、これ。ちょっとでも7回あるから、もうちょっと行こう。折り返してて怖いのは間違いないんだが、頼む!いけ!忍者って呼ばれてるけど、おお、そっちか。俺マジで忍者の末裔だから。そこんとこよろ。しっかー。これはね、さらに微妙。55レベルなんだよね、俺まだ。いやでも6回。いや、これ怖いなー。おとや今55レベルだから60になるんだよね、これで。さっきまで名鑑レベル上げてたから。レベル55なのは分かってんだよ。いやでもレベル55が60、いやでもあと6回しかない。いやー、欲張らない方がいい気がする。いやーでもここでやめるんだったらなんで時見つけたのって話だよな。いやでもサポカに比べて星さん自体は来てるから、あと6回なら勝負ありじゃないか、これ。頼む、もう1回お願いします。フィールド上で一番が確定な。いや、さすがにもうやめるか、これ。他の連中は俺を輝かせる。おしゃが2度目。あ、50、あ、かける2だし、残り5回だし、ちょっとこれはやめか。いや、音屋でかける2が来ればね、音屋65ならっていう風に思ったところはあるんだけど、ま、ちょっとこれ、残り回数的にもあと5回だと怖いので、ここで終わったんだって感じか。ま、ちょっとここでやめときましょう。はい、ということで、おしゃ2と、ここで終わったんだで、1回目のダブルラックは終了ですね。とりあえず、オシャのレベルが、これなら2つ上がるのかな?より美しく、より、はい、よりオシャにということで、レベル70まで、登っていく。オッケーオッケー。まあ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 、とりあえず、選手の方はオシャかけ2で、まあテクニック育成の、キャラがね、ちょっと突進んだのは良かったのかな、一応。まあ、バチラ育てるにしてもね、カラスと俺の場合、アニバナギとオシャを入れて、なんやかんやする感じになりそうだから、まあ、オシャのレベル上がったのは悪くはないかなというとこですね。まあ、一応かける2まで粘ったから、あそこまで突っ張った価値はあったかなと。問題はサポカだね。サポカの方は、一応ここはゲットと、いうことで、まあまだレベル55だけど、一応上げときましょう。そうね。まあ、イマジナリーフレンドあたり、ちょっと引けたら嬉しかったんだけどな、みたいなとこはあるね。まあ、もしくは、生まれる国を間違えただけですの凸を進めたりとか。まあ、あとはちょっとキック育成で、最近のということで言うと、追いつけそうで追いつけないあたりも、まあ2枚にしたら65にできるし、この辺上げるのもね、ありかなとか思いながら、ワクワクして引いてたんだけど、ちょっとサポカの方の SSR の出が悪かったな、みたいな。いや、でも時光最初で止まっとくべきだったのかーって。そこだけはちょっと、まあでも、15回残ってたら引きたくなっちゃうよね。時光かける2だったら間違いなくやめてた。ってとこですね。あれ?ちょっと待って。ああ、そうか。今日無料単発で引いてないのか。何の無料ガチャだよって思ったけど、これですね。まあちょっとじゃあこれも引いてやりましょう。ついでに。お、無料単発、国神。さあ、まさかのここで星さん来るか?いや、ダメだ。金玉ならずの左。
はい、ダメでしたね。いや、ここで雪宮とか来てくれたらそれはそれで嬉しかったのになみたいなとこかな。はい、ということで、まあ、今回は、一旦ね、ここで終わりにしようと思いますが、まあ、ちょっとね、まあ、自力でなんとか1回分はダブルラック、名鑑レベルを上げて、引いたわけですが、あ、っていうかさ、そうだ、カバソスさ、レベル55だし全然育ててなかったんだけどさ、意外となんか雑に、キック育成したら、思ったより伸びたね。キックの成長率ね、レベル55でも 30% ぐらいあるんだね、カバソス。テクニックの俺のね、手持ちで編成するよりは、普通にね、キックの方が選手がサポートね、レベル育ってるので、まあこれでやっちゃった方が伸びるのに、気づきましたね。っていうか多分ね、選手の成長率ガン無視で、この編成でやるのが今一番俺の場合はね、どの選手伸ばすにしてもいいわ。っていう感じなのはあるので、まあそういう意味ではね、ちょっと雪宮を貫突目指したかったんだよね、今回のダブルラックで。まあ交換所のね、先月の交換所のポイント、まだ交換期間残ってるので、その辺でね、交換する可能性、交換することもできるから、まあちょっと雪宮に関しては、まあ、なんとか近々貫突できればなと思ってたりはしますね。でね、ちょっとやっぱりね、簡単に思い描けたし、70がね、マジで悔いが残ってる今となっては。せめて80にしときたかった。っていうか100が良かったけど、まあ、なかなかね、今のところ限定復刻ってしてないんだけど、まあ、三笘復刻とかね、三笘復刻とかはあったけど、それ以外の限定復刻ってしてないんだけど、エピナギもエピナギで少し特殊だから、エピナギどっかで復刻してくんないかなーっていうことをね、ちょっと祈ってる。エピナギサポかマジちょっと復刻してほしいんだよな、情報修正とか加えて。まあ今でも十分強いんだけど、まあ新しくね、復刻で回してねってするんだったら、多分そのタイミング情報修正とかも来そうだからね。いやー、なんとかエピナギサポか復刻してくんないかなー。はい、ということで今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。